こちらは IWCA のホンジュラス支部のお豆を使いました、うん、豆製品と粉の製品があります、うん、じゃあ飲んでみましょう。あ、いいですね、アロマも、うんうん、こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。今回はこの方にゲストに来ていただきました。永瀬智子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。永瀬さんはですね、 UCC で第二営業本部というところでですね、まあ、大活躍をされてるんですけれども、まあもう永瀬さんといったら何カ国語も喋れる、何カ国ぐらいなんですか。まあでも、あの、挨拶程度なので、はい、まあ4か5かな。すごい、そうなんです。で、もうブラジルの鑑定士もお持ちですし、もう世界で活躍されているコーヒー業界のワンダーウーマンだと私は思ってます。ありがとうございます。恥ずかしい。いえいえ。本当にもう私が入社した当時からもう本当に憧れの先輩なんですよね。そんな永瀬さんなんですけれども、IWCA という組織の日本支部での事務局長をされているということで、はい、その IWCA について今日はお話を聞いていきたいと思います、はいはい、まずですね、うん、IWCA についてどんな組織かお伺いしてもいいですか。はい、うん、IWCA は、うん、あのグローバル組織なんですけれども、はい、2003年に設立されまして、はい、でミッションとしては、はい、コーヒーに携わる生産、うん、シードトゥーカップ、うん、種から、まあ、一杯のコーヒーまで、うん、このバリューチェーンに携わる女性を支援する、はい、そういった目的で設立されました、うん、おー、なるほど、はい、この支援というのはどうして必要なものになってくるんでしょうか、うん、やはりコーヒー生産に実は女性ってすごく携わっていまして、うん、だけれども、あの、目に見える存在ではない、うん、よくインビジブルとかって言われているんですけれども、はい、厳しい重労働などを女性がサポートしてたりしてっていうのがあるので、うん、はい、やっぱりそこの女性を支援することが、あの、コミュニティのサポートにもなりますし、うん、はい、まあ、そうやってコミュニティを大事にすることによってコーヒー生産が、うん、あの、永続的にサステナブルに続いていくよっていうところがあって、うん、はい、あの、支援をしていますね。なるほど。じゃあ具体的にどのような活動をされているのか教えていただけますか。はい、例えば、うん、あの、私たち大事にしているのは結構地域、はい、支部による、はい、あの、技術支援とかを頑張ってますね。なるほど。例えば、うん、あの、生産者さんなんですけれども、うん、彼女たちってコーヒーのカッピングのやり方知らなかったりとか、はい、そういうのもあるんですよ。なるほど。でも、うん、コーヒーを作っていても、うん、何がコーヒー美味しいのか、うん、美味しさが分からなければより良いものって作れなかったりしますよね、はい、そうですよね、はい、そういった意味では、うん、カッピングの勉強会でやすとか、うん、はい、それこそもちろん、あの、美味しいコーヒーを作るための生産の技術支援なんかをしたりしてますね。そもそも女性が、あの、団体の皆さんが集まって情報交換するっていうことも、はい、昔の産地ではなかったっていうことなので、はい、そういった情報発信ですとか、はい、コミュニケーションを取る場を提供したりしてます。今回これは、はい、あの、実は、まあ、映画ドキュメンタリーフィルムになるんですけれども、はい、はい、あの、まあ、いろんな国を、取材されて、それをドキュメンタリーでやってるっていう動画になります。生産国もそうですし、消費国とか、はい、そこで働く、まあ、男性女性の姿が描かれてるんですけれども、結構ね、なんか細かい、はい、作業女性がやってますよね。そうですね。もちろん生活もね、はい、普段子育てとか家事とかもありますしね、はい、それプラスで農園の仕事もされてるんですよね。そうなんですよ。そうですね、今収穫もね、はい、されてますけどね、見てください、チェリーもね、すごく完熟しているチェリーでしたね。でまたこれは、はい、あの、村さんもね、はい、行きましたよね。はい、はい、そうですね、乾燥させてましたよね。はい、させてました。そう、結構大変、うん、
そうなんですよ、ですよね、思ってる以上に力仕事が多いと私は思いました、ね、なんかブラジルとか機械化されててね、はい、大量生産できるところはいいんですけど、はい、意外にこう手間暇かかる生産国とかもありますからね、はい、そうですね、結構中米系とか山岳地帯が多いので、はい、それこそ機械が入らない分、大きなカゴ背負って女性がこう、はい、チェリーを収穫するっていうね、はい、ことも結構多いですもんね。そうですね、こんな坂道とかね、結構こういったところでコーヒー摘むの大変なんですよね。あ、そうですよね、本当そうですよね。はい、こういった若い子もそうなんですよ、ね、コーヒー生産にも携わっているということですよね。はい、はい、やっぱり学校行ってそのまま進学できればいいですけど、うんうんうん、コーヒーの生産地で貢献しなきゃいけないよねっていう子もいますよね。で、若くして、やっぱり結婚して出産して、で、コミュニティでいるよっていうところもね、ありますしね。こういう若い女性って、コーヒー生産についてこう、勉強する場っていうのは、うんうん、まあ、今はその IWCA ではされていると思うんですけど、今までどうだったんですかね。すごくコミュニティによって差があったと思いますよね。しっかり確立されているところもあるし、はい、やっぱり本当にそういったものから隔離されているようなところといいますか、はい、アクセスできないようなところもあったと思いますね。仲介の場面とか出てきましたね、はい、例えば以前ですとやっぱりこういった集会っていうのもなかなか女性たち の、 集会というのもなかったりだとか、そういう場がなかったり、まあ、情報も本当に限られた人でしかなくてっていうところですよね。でもやっぱりそうやって自分たちのビジネスを発展させるためにとか、はい、技術であるとか、そういうものを習得できて嬉しいっていう、お声もたくさん聞くので、なんかすごい活動だなと思いますね。あ、これカッピングですね。ここはどの国ですか？これはアメリカにあるインポーターさんですね。なるほど。これも皆さん女性ですね。はい、そうですね。やっぱりカップする人も増えてきましたよね。そうですね。はい、多分、小松さんもいろんなね、はい、コンテストとか参加されてっていうかですね。はい、そうですね。多分、彼女なんかもですね、生産国出身で、今アメリカで、はい、輸入会社で、はい、仕事してるっていう女性もいらっしゃったりして、まあ本当バリューチェーンの中でいろんな女性が活躍、はい、どんどんしてきてるんだなというふうに感じます。なるほど、まあ、生産国だけじゃなくてということですよね。そうそうそう、私たちの一杯のコーヒーになるまで、はい、はい、結構いろんな方が参画してるの、ね、あ、見てください。あ、なるほど。うん、スコアね、つけて、はい、そうなんですよ。結構びっしり書かれてましたね。ね、すごいですよね。はい、こういった勉強も結構されているということですね。そうですね。こちらは、そうですね、こちらもアメリカのスペシャルティーコーヒーのカフェなんですけれども、はい、ちょっと彼らから見たジェンダーってどういうことかなみたいなのを喋ってるんですけども、はい、まあ本当にどちらだってできるよねっていう意見で、別に男性だから女性だからっていうのもなく、どちらだってできるので、まあそういう認識が広がるのっていいよねみたいなことは言ってますよね。でも勘違いしてほしくないのが、はい、女性が作ったから美味しいよとか、うんうんうん、そういう話ではないよっていう、はい、女性だから丁寧なんでイコール美味しいとかではなくてと、なくて、だから女性が作ったものをどんどん買いましょうっていうのでもないし、今まで前に出てきてなかったものをクローズアップするっていうことなので、はい、丁寧にしっかりやってるところのは美味しいですよっていうところが、うん、あるので、生産国でどういった環境でどういった方が仕事をされているのかを見えるようにするということですよね。そうですね。そうですね。やっぱり知るということはすごい大事かなっていう。はい。はい、確かに。はい。ここはカフェのシーンですよね。やっぱ結構お客様にも聞いてるんですよね。どう思いますかっていうことで、コーヒーにおけるジェンダーどう考えますかっていうような質問もしてるんですけど、はい、まあそんなのは意識せずとも。
あの男性も女性も、まあ、公平であるべきよねっていうようなお客様の意見もそうですし、まあ、提供する側もそうですよね、あの平等っていうよりも、はい、公平性はい、っていうことは言われてますよね。なるほど。ちなみに、まあ、日本だとどうなんですかね。まあ、議論されたこともあまりなくてということで、逆にこれからかなというふうに思いますよね。なるほど。はい。まだそこを意識されてるの、まだまだ認知が、これからかなというふうに思いますよね。はい、なるほど。なんかそういった製品もちらほら出てくる感じなので、面白いなと思っています。はい、というところで今日はですね、はい、IWCA の関連の商品をお持ちいただいたということでございます。はい、こちらですね。はい、はい、こちらの商品についてちょっとお伺いしてもいいですか。はい、こちらは IWCA のホンジュラス支部のお豆を使いました、豆製品と粉の製品があります。はい、こちら UCC の、製品となりまして、こちらはあの UCC グループのヒルスコーヒーのウーマンズコーヒーということになるんですけども、ここにですね、IWCA のロゴ、マークが、同じマークがついてますね。そうですね、ついてますね。でこちらは IWCA のコーヒーを使っていて、でそのロゴマークを使用するということで、売上の 0.5% を、IWCA に寄付するというような活動に参画しています。なるほど、はい、じゃこの IWCA に興味を持っていただいた方はこのマークを見つけていただいて、そうですね、はい、ご購入いただければ、ちょっとあの女性の皆様にサポートしたいなというところで、美味しく飲んで支援しましょうということですよね。なるほど、じゃちょっとスーパーでもね探してみていただきたいなというふうに思います。はい、お試しいただきたいです。はい、じゃあ早速ですね、コーヒーを入れてみました。美味しそうです。いただきます。はい、じゃあ飲んでみましょう。いただきます。あ、いいですね、アロマも。甘いですね。本当、甘みも酸味もバランスがいいですね。いいですね。ホンジュラスって、結構、バランスがいいなって私は思ってるんですけど、バランスがいい中でも甘さがすごくある印象があって、そう、もちろん特徴のあるコーヒーもあるんですけど、まあ、いろんな方が飲みやすい本当にいいコーヒーだなって思う、生産国の一つでもありますよ ね。なんかコーヒーの味、美味しさってやっぱりこう、生産地で作られているところからスタートしてるのかなって私も思ってるので、なんかこう女性の顔をちょっと、そうね、生産者さんの顔を想像しちゃいました。コーヒーの液体だけじゃなくて、その向こう側というか、生産国にこう思いを馳せる方が増えたら、ね、もっといいなって。いや、そうですよね、思いますよね。ケブエノ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 。はい、ということで今回はIWCA の目的と活動について永瀬さんにお話しいただきました。はい、はい、で先ほど見ていただいた動画のフルバージョンは概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてみてください。それから、この映画の翻訳、日本語訳のついたフルバージョンの上映が SCAJ で行われます。はい、で詳しくは SCAJ の公式サイトをご覧ください。本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。UCC コーヒーアカデミーは、お家で美味しいコーヒーを楽しみたい方からカフェを開業したい方まで楽しく学べるコーヒー専門のアカデミーです。日本では神戸校と東京校があって、オンラインでも学ぶことができます。詳細は概要欄をチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が良かったということは、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次回もお楽しみに。